うんうん。春祭り楽しかった、ありがとうございます。今日はリリノちゃんの企画。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今、こんにゃくゼリーを食べてました。 私のクリアファイル本当はさ携帯ケースの後ろに入れてたんですけどちょっと汚れてきちゃって携帯のケースとあとめっちゃ目立つしこれがあの散らばって携帯ケースに入らないからクリアファイルを特製にしました「ラメンブクリアファイル」イェーイはあー。 えと始めようと思ってるからサザエチキン真似しますえそうしなおいしく痩せれるよえ迷ったよねカニを丸ごと2杯上下入れるかでもそしたら優勝できないなって思って優勝したくてガチで勝ちに行きましたありがとうございます ポキ弁進行役が上手だよね。ね<っ>どうする大丈夫かな私の時。こんばんは。<laughs> 今日はまりなさんの服。そうまりなさんのお洋服。こんばんは。<laughs> そう。 カニでもカニってさたい何なんか冷蔵か冷凍してて常温に戻してしばらくするとなんかね食中毒を起こしちゃったりするからお弁当には向いてないんだよ。お弁当には向いいいてなな意味わかん 茹で,て茹でてあってもね危ないかもしれないからねサラダチキンおすすめランキングは今まだ4種類しか食べたことなくてバジルと。 えっとバジルとトマトチーズとアヒージョとあれこの3つだっけだからこの中だんあれあ明太子も食べた明太子も食べてアヒージョとトマトチーズが私の中では今のところ美味しいってなりました。 でもメンバーの中でバジルが一番好きっていう子もいたから皆さんでも食べて8種類あったんですけどそのコンビニのサラダチキンは8種類全部食べてみたらいいんじゃないかなコラボおにぎりの具はカニだったりする 聞きたいねえねえ聞きたい公式の「三角と丸3」の公式のインスタグラムで発表されるまで待ちたいそれとも今聞きたいプレーンはねなかった気がするんだよねそれ。もちろん普通のサラダチキンサラダスティックのプレーンは食べたことあるけどその種類はなんか見つけられなかった。 こんんばはこんばんは,こんばんはじゃあ聞きたくない人は一回音量を全部下げてください言っちゃうね 5秒待つから543210えこれ言っていいんだよねちょちょちょっと待ってちょっと待っててあっあっあ,あー見えない最悪バグった画面バグった OK! 大丈夫 OK だよねねえやだここら辺までしか見えない私の画面大丈夫ですえー、っとえやだちょっとどうしようすごいやだいやほれ これオッケー。えー、っと私のおにぎりはバター醤油ご飯バター醤油ご飯カニの卵を混ぜにカニの身です 明日写真も送るねあーでもあーやっぱり告知されてからの方がいいかだから <laughs> あのさカニアレルギーあーアレルギーとかカニ全然好きじゃないって人はもうやばいそうでもなんか私 私がいただいたときはちょっとカニ味噌の味もしたようなしてないようなそうカニそりゃカニだよねめっちゃおいしいおしいですよ皆さん食べてくださいね 醤油バターごはんでもなんか醤油バターごはんそんなくどくなかったんだよなすっごいちょうどいい味付けもうさすがですよね超おいしかったな何歳ですか19歳でーす そして、皆さん。こちらをご覧ください。優勝しました。こちらのお弁当。みなさん。皆さんはさ。ゆうの。ゆうなのお弁当に投票した。 おほほ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 しいほら見てこのベーコン長ネギベーコンのピックハートとお花可愛い,いでしょ めちゃ可愛いよねしかもちゃんとねレンコンも書いてあるんですよ。あとこっちはごまも書いてある。意外とこだわってるんですよね。これはきゅうり。種も書いてる。このうさぎのリンゴは星型のピック。皆さんも。 皆さんもあのブロッコリー食べるときお弁当で食べるときはサランラップにマヨネーズ入れてつまようじでピッてやっといて食べるときにその袋をつまようじでプチッてつぶしてかけるとお弁当が汚れなくて済みますからおすすめです。ちゃんとレタスも敷きました。 中華母が出てましたよねなんかいつものことすぎて出てたのか出てないのかわかんないんですよね栄養感高いそうなんかここをねこの野菜根菜の肉巻きを唐揚げに塩唐揚げにするか根菜の肉巻きにするか迷ったんですけどなんか三色丼でひき肉使ってるしウィンナー入ってるし。 長ネギベーコン入れるんだったらあげないほうがいいかと思って妹の色鉛筆本当はユウの色鉛筆なんだけどさいつの間にか妹の部屋にあったんだよねその色鉛筆長ネギベーコンは長ネギをベーコンでくるんで爪楊枝刺さして焼いて 最初,だ最初焼いといて足っ塩こしをしてね焼いてあと蓋して蒸すです今ピックっていうのつまようじじゃないそうなんかピック可愛い,いさ形のやつがあるから絵もうまいやだ嬉しいなんかさこれでさめちゃめちゃさ絵がさ微妙だったら みんな投票してくれないでしょあとこれもねお花見なので枝豆でお花を作ってみましたこニにゃくゼリアぶどう味そうぶどうって書いてあるほら見える ぶーどうゆうはちゃんとのいっち,ちゃいっゃそうなんか歯医者お隣にいるとね触りたくなっちゃうんですよゆうはちゃん 栄養士の資格持ってそう持ってないなでも桜伝らでんぶってさ好き嫌いありますよねきっと長ネギベーコンが気になるえ簡単に作られるから皆さんも作ってみてください。 ティーコインありがとうございましたありがとうございましたきんぴらはどんな味かなきんぴらはえどんな味むずっちょっと甘じょっぱい感じ聞いてるだけでお腹空すいてきたやだ皆さん夜食食べたらいいんじゃない なんかさ絶対さ私実際作るとしたらさタコさんウィンナーになんかしないしりんごもうウサギ向きしないと思うんだよねあとトマトとかイチゴのヘタも全部取る <laughs> 彩りがなくなるそんなことやったらもう勝ちに行くためにいつもはしないことをしましたブロッコリーも何かで巻いてハムでさなんかお花の形みたいにするのあるじゃないですか あれをブロッコリーに巻いたらいい感じにお花っぽくなるんじゃない松陰は弁当の形が普通だったこと確かに二段弁当真ん中鶏そぼろそう納豆って七海さんに納豆をって言われた優派には豆かと思ったって言われたけど 他ののメンバー弁んかね別にかわいさはなくないですか普通の普通のお弁当けど栄養とそのごぼうと人参を余らせないことと卵を余らせないことに命を懸けて作ったやつ考えた。 なんかなった？あ、私お腹鳴りやすいんですよ。あとね夜ご飯まだ食べてない。実際作るなら果物は別のタッパーに入れる。わかる。わかるわかる。そうだよね。ユウも。 こんばんは料理できるアイドル <laughs> 最近はそんなしてないけどごめんなさいあ、全然大丈夫ですよえなんでなんでお腹鳴ったって聞いたら私がえなんでそういうこと言うのとはならないですからいつもみんなに言われてるお腹鳴ったって言ったら 聞こえたとかさっきも鳴ったよねとか言われるので気にしないでくださいやればできる子本気出したらね本気出したらできるんですよ私うんうん でもね私アンケート結果ち、ま、ん手元に携帯がなかったからアンケート結果は本当に発表されるまで分からなかったんですけど1位。 1, になるん1位発表されるまでめっちゃあ無理かもって思ってた結構3きみんなお腹鳴らしてるよ知ってる <laughs> 一緒にいる時も誰かしらがお腹鳴らしてるもんチュンさんに3期生で誰か料理うまいのって聞いたら即ポキさんって答えてたよそうチュンとねりりのにはね振る舞ったことがあるのだから ゆなが作った料理を食べてくれたことがあるから。嬉しいよ、そうやって答えてくれるのこんばんは。結構さついてた。いや、もう、そのパーセンテージとかも見れ、見れなかったから、わかんないんだけどね。ありがとうございます、投票してくださって、ここでとら、取れないと。私はもう何も取れないので。 私の得意料理はつく、ね、と、オムライスよいしょーポメありがとうありがとう <laughs> よしたねで料理もできるし性格もいいとか最高かようわっ褒めてくれてるーありがとう 食べる係かりダメって言われててやだ食べる係かり全うする私はもう何もしたくないのだよしよしみんなのお弁当何かなって待ってうわお花見ながら食べよ嫁に来ないかえーいいんですか皆さん私をお嫁さんにしてくれるんですか パクチー弁当私ダメですダメですパクチーなんか前洲本ご飯食べた時に一回食べたことあるけど食べれなくはないけど好きではなかったです。 全部コーンコーンは好きですよすいません先訳がでもあれですよあの春は木本春香っていう名前でゆなのルーム来てるってことはもしかしたら優春と結婚してる木本っていう苗字なんですけどあの子最近 <laughs> 私春と結婚してたかな なんかさあのー、そうリリのねリリのリリのなんですけどちょっと待って待って待って一回待って <laughs> あのメールでさ夏希と幸せになりましたとか夏希とペアだったのでラブラブ写真を送りますとかメールに書いたじゃないですか。 そしたら皆さんがさ返信コメントでりりのちゃんを怒らせないようにねりりのちゃんを大切にしてね。んかみんなから言われていや分かってる分かってると思って。 みんなそんなそんなこと言わなくてもさっきリリノにねあのね「プリクラ撮ろう」って言われたので撮ってきます。でリリのちんは愛しの愛しのリリのちんは殿堂入り大好きスイスイ遊びなんか そ,うそれこそあの私がポジションん公演のポジションが変わるって言って練習してた時にスイスイも自主練に来ててそれでその自主練の後にちょっとお腹が空いたからどこか行こうって。 もうリリのちんと一緒に住むあのあできると思う喧嘩もせずずっと一緒にいれると思う喧嘩したことないなリリのとだからって他のことしたことあるわけじゃないけどえなんでさそうやってさユウがさリリのちん大好きリリのちんと一緒に住むリリのちんのお家に行ったとか言うとさ 南川さんはとか「なつきちゃんは遊びなの?」とか言うの違うよみんな好きだけど遊びっていうかなんてなんて言ったらいいのまだ食事に行ったことない暫生はえー、っと待って。 そのさあ食事に行くってことは何時にどこどこでご飯食べようとかなんかお仕事終わりに「ちょっとお腹空いたねどこどこ寄らない?」とかっていうことそれをしたことがない人ってこと一緒に。 それは花江ユキもっちゃんリリカこの4人。れあれあ 1>, 1, 対 1, は難しい1対1だとまた話が変わってくる花江はお菓子パーティーしたり一緒におにぎり食べたりはあるけどリリカのことをご飯に誘ったけど2回くらいお母さんがご飯作ってくれてるからって言って断られちゃってそれからまだ 誘,誘えててなくて一応リリカとは行こうとしたよよよよよ,よ <laughs> そうそう中学生だからさ時間も難しくてね 振られちゃったって言い方やめてくれれる振られちゃったったてちょっとねその時は時間が合わなかったですね。ゆきとはカヌレ一緒に食べに行こうって約束したけどまだその夢を叶えられてないのです。 中学生難しい卒業するのをちょっと待っ,た待ってます森梨カちゃんだと妹みたいな感じ違う違う娘もう娘なんか昨日ねスモと話してて「優なちゃんの妹枠って誰?」ってスモに聞かれて「え 妹枠ってなって。で「ああの人は違うなあの人は違うな」うなってしてったらとねルアーとナツキ。 ルアキのどっちかが妹枠かなーって思ってしたらスモが「え私は?」ってなんかスモ的にはユナの妹枠になりたいらしい <laughs> 可愛くないめっちゃめっちゃ可愛いんだけどなんかずっと最初の頃から「お姉ちゃんみたいお姉ちゃんみたい」ってスモが言ってくれてたんだけど <laughs> なんか 4歳5歳6歳ぐらい離れてるとゆう奈は妹っていう感覚なんだけど相撲となんか一個差の友達ぐらいの <laughs> すごい仲いい一個差の友達みたいな感じになっちゃってて妹あすごいお姉ちゃんみたいに慕ってくれてるんだけど優 <laughs> 奈がお姉ちゃんらしくできないから。 かわい,いでしょすもちゃんえゆユウの妹枠、ね、狙ってんのって言ったら「うん」って言ってたかわいい <laughs> かわいいでしょ ほんと甘え上手すぎて妹感しかないあと最近ルアーがもうなんか可愛くてしょうがなくて妹みたいって思ってるそう一緒にはし,ゃはしゃいじゃからしっかりしたお姉ちゃんっていう感じはしないんだよね私。 難しい難しいねこういうの考えるの楽しいけど今日もはしゃいでたねああいつも通り <laughs> 今日もいつも通りです 選ぶお姉ちゃんいないんだけど自分より年上だなっていう感じの人がいない自分がその一番上という感じもしないけど同じ同じ学年だな 同じだなと思うのはリリノだけあーちょっと待ってあーリリノだけリリノですねリリノは多分、うん、精神年齢じゃない自分的感覚で同じ年齢だなと思う私縛り楽ですよポニーテールとかよりも私は楽だと思う 1> で1個下に1個下で「ゆきもっちゃんゆうはすも」。で2個下に「 2個下に春3個下に <laughs> 花枝と夏希4個下にルア5個下じゃ十15個下ぐらいにリリか。 なめられてる順じゃない、優が甘えてきて可愛いねっていう感じでね。十五分ぐらいしたです。五十七分、ありがとうございます。<laughs> 赤ちゃんです。デリカは。<laughs> まだ生まれてない。そういえばそうだ。十五分もしたらと生まれてない。 それでは男女を読みたいと思います変わりませんように男女はいこのままストップストップストップ13位埼玉のりゅうちゃんありがとうございます12位まこいもさんありがとうございます11位木本ポーもかちゃんありがとうございます10位新潟かずさんありがとうございます 9位、ひろいちさん、ありがとうございます。8位、たかたんさん、ありがとうございます。7位、あべべさん、ありがとうございます。6位、音速の気候師さん、ありがとうございます。5位、りーやまさん、ありがとうございます。4位、いなぽんさん、ありがとうございます。3位、片山さん、ありがとうございます。2位、としさん、ありがとうございます。もうやーだ、もう、この、名前。1位、ゆうきさん、ありがとうございます。甘え 甘えてくる順って言ったら難しいけどなんかそんな感じですね私の中ではね今回もたくさんコメントギフトありがとうございました全部読めなくてごめんねまた明日も春祭り見てね 今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。優安三期生のお姉ちゃんになる。うんうんうん。おやすみごきげんよう。バイバイ。